セントビンセント級戦艦。セントビンセント級戦艦。セントビンセント級戦艦。A. ショートトーン。バンサンクラスバトルシップは、イギリス海軍がベレロ本級に続いて収益させた、ド級戦艦の艦級。本級の艦名は、海戦の名及びそれに勝利したジョン・ジャービス提督の称号にちなむ。ジャービス提督は1797年2月14日のサンビセンテ。 英語読みでセント・ヴィンセント・ミサキの海戦でスペイン艦隊を撃破し、その勲功によりセント・ヴィンセント伯爵の称号を与えられた。ドレッドノートの収益が世界に衝撃をもたらしている最中、イギリスはさらなる戦力拡張のために1900年度計画にベレロフォン級3隻の土球戦艦が建造され、その改良型として1908年計画において、 改良型三隻の建造が議会に承認された。これがセントビンセント級である。主砲の大きさは30.5センチメートル12インチ砲で変わらず、その代わりに方針長を45口径から伸ばした50口径として射程距離の延伸と威力の増大を図った。方針延長に伴い砲塔重量が増した分、 全長を長くして、排水量を若干増大させたおかげで複砲を4問増設できた。しかし、方針長の増大はいくつかの厄介な問題を引き起こした。方針が痛みやすくなり、散布界が増大して、命中率が下がってしまったのである。このような問題があったものの、主力艦として第一次世界大戦では、ユトランド沖海戦に投入されている。 本級の船体形状は、全艦に引き続き高い関元を持つ、朝鮮主老型船体であり、外洋でのしのげなみ性は良好であった。艦首から前向きに連装タイプの一番手法等一基を配置し、そこから艦艦よりも一段高められた上部構造物の上に環境構造が配置される。環境は下部に司令塔を持つ箱型に、簡略化されており、 この背後に頂上部に見張り書を持つ三脚型の全部マストが立つ。上部構造物は日本煙突を両側から挟み込むように、原則甲板上に2番3番手法等を片原1機ずつの2機を配置するため、中央部側面が大きくへこまされていた。この手法配置のため、従来艦と異なり、関西艇は煙突の周囲の限られたスペースに配置せざるを得なくなった。 関西艇は三脚章の主章の基部に設けられたボートダビットで運用された。二番煙突から後方で上部構造物は終了し、その下から後部甲板が始まる。後部甲板上に後ろ向きで四番五番手砲塔が後部マストと後部見張り章を挟んで等間隔に二機配置された。複方の十点二センチメートル速射砲は単装砲がで 主砲登場に大部分が設置されたが、一部は、環境の側面や二番煙突の基部等の上部、構造物の側面にケースメート、方角配置された。副砲の天外上に配置するのは一番五番、主砲登場に、爆風から砲印を守るためのシールドで囲まれた角に木ずつ、計四門で、大部分の十六門は、上部構造物の側面に配置された。 本級は、手砲搭乗に副砲を配置した最後のクラスとなった。本級の手砲は、全級に引き続き、1910年型マークスセン 30.5cm、50口径砲を採用している。その性能は、方向初速秒速 869m、重量 386kg の砲弾を、最大行角15度で 19380m まで到達し、 射程9140メートルで、原則走行284ミリメートルを貫通する能力を持っていた。方針の上下は、行角15度、深角3度で、旋回角度は、単体守備線方向を0度として1番、2番、3番、5番、砲塔は左右10度であったが、4番砲塔は150度の、旋回角のうち後部環境を避けるため後方0。 度から左右30度の間が四角となっていた。発射速度は毎分1.5発程度であった。この超方針化はあまり成功せず、高初速化したために方向がぶれて散布界が増大して命中率が下がった。また、方針の名数が落ちて低寿命となってしまった。本級の副武装は1910年型マーク培1 0 2トル。 40口径速射砲を採用した。その性能は 14.1kg の砲弾を最大行革20度で8780メートルまで届かせられた。砲身の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶断、装填は主に人力を必要とした。砲身の上下角度は行革20度、深く10度で、旋回角度は360度であった。 発射速度は1分間に10発であった。他に、対艦攻撃用に45.7センチメートル、水中魚雷発射艦5門を装備していた。本級は、ベレロ本級の改良型であるが、新型砲塔で、武装重量が増したために、防御重量はさらに削減されて、減速防御は250ミリメートルへと、 バーベットの走行圧を 254mm から 229mm へと減少し防御力が落ちた。浮いた重量で前後の火薬庫の側壁に走行を追加して大魚雷防御とした点が改良点である。また、甲板防御を 76mm から 102mm へと強化した。対戦中の1917年にヴァンガードは爆発事故で失われた。 残りの2巻は1922年に退役して売却され、スクラップとなった。ポーツマス造船所で1907年12月30日に、寄港、1908年9月10日に、浸水、1909年5月に収益、1921年3月に除籍後、解体処分。デボンポート造船所で1907年2月3日に、寄港、 1908年11月7日に、浸水。1910年4月に収益。1922年12月に除籍後、解体処分。ビッカーズ社、ベローゾー戦所で1908年4月2日に寄稿、寄港。1909年2月22日に、浸水。1910年2月に収益。1917年7月9日にスカパフローにて、 火薬庫の爆発により喪失。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。